皆さんこんにちは、車マイスター元でございます。今回私は新東名高速道路、こちらの下り、こちらを走行しております。ご存知のように新東名高速道路は2020年の12月22日こちらから御殿場ジャンクション、そして浜松稲佐ジャンクションまでの約145キロ、この区間の制限速度、こちらが120キロ、時速120キロに引き上げられたと。まさに私は今その区間を走行しております。それでは私の愛車718K マン、こちらの120キロ走行時におけるトランスミッション PDK ですね、こちらのそれぞれのギアの回転数ですね、こちらをチェックしてみたいと思います。畳120キロですね、7速でちょうど2000回転ですね。ではどんどん落としていきましょうね。6速で2800、3000回転近いですよね。では5速、3400ぐらいですかね。3400から600ぐらいですかね。そして200とかですかね。ちょっと見てみましょうね。そうですね、5400、500ぐらいですかね。2速まで行けますかね。2速だとダメですね。レッド超えちゃいますね。7000超えちゃいますね。やはり3速までですかね。もしますと120キロですと、3速、4速で、気持ちいい回転数で回せるのかなと、そういったところですかね。さあ、この新東名120キロ制限、こちらになったおかげでご覧のようにですね、非常にスムーズに走れると、こういったところなんですね。ですので、普段なかなかですね、エンジンの回転数を上げて走れないと、そういった時はですね、こちらで120キロ結構ね、ありますんで、2速、3速、4速、このぐらいで気持ちいい回転数まで上げて走ってみるのもいいのではないでしょうか。さあ、今回は新東名高速で120キロ、こちらの 718K マン のそれぞれのギアの回転数ですね、こちらをチェックしてみました。いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。